トーキーです。ちょっと一つだけ皆様にお伝えしておきたいことがありまして、私動画はすべて皆様がコメントを書いていただけるようにオープンにしておりますが、YouTube 側が検索した結果ですね、この動画にコメントしてはいけないというふうに、YouTube 側が勝手にこうコメント欄を閉じることがあるんですねで。トーキーの動画、最初は動画にコメントがいっぱいついていたのに、 後で振り返ったらコメント欄が閉じられている動画がいくつかあります。今、今回、先ほど上げた動画、すぐにコメント欄が閉じられてしまっていて大変申し訳ございません。これはですね、子供たちへの YouTube 側からの配慮と言いましてあの、アメリカでものすごい訴えられたんですね、YouTube が。あの子供たちが簡単に動画を見ることによって、子供にとっては有害だって言われて、そして、 今、千人に行かないと、まず、収益化ができないとか、あと、何か1、一万時間でしたっけ時間もなんか、そういった規則になってるんですが、これも、あの、子供たちへの配慮なんですね。簡単に子供たちが、ものすごいお金を稼いでいたり、いろんな有害な、 動画をどんどんん見れたり、今はですから収益化したい場合はこれは子ども向けコンテンツではありませんというふうに宣言しないといけないことになっておりますしなぜなら YouTube がかなり負けたんです大きな莫大な金額を YouTube 側は裁判で支払う羽目になりましたなので厳しくはなっているんですねで当期今回ロックキーというネットフリックスのドラマを これおすすめしますということであげたにもかかわらずコメント欄が自動的に閉じられたんですね。もう皆さんがコメント欄が書けないようになっているのは子供が見そうな番組だけれども子供にとっては害がありそうな番組というふうに判断されたんだと思います。まあ、こういった事情があるので大変申し訳ございません。たまにコメント欄が書けない動画っていうのが出てきますけれどもこういった裏の事情があります。 まあ、取り急ぎ皆様へお伝えしました。トーキーでした。それでは、おやすみなさい。